皆さんこんにちは、ペストでございます。横山物語続きやってまいりましょう。では、春場所の場所前稽古通算は842回目かな。新庄さんは鉄砲ですね。これで71まで引き上げましょう。でその後は判断に振るとで、から小遣いしてからまた考えましょう。で塩の声さんはまだまだもう試合で、五条さんは持続力やね。とりあえず1個は上げたい。で高辻さんで八条さんももう試合、あと2つやったら小遣いかっていうことは2回小遣いあるな。これ横井さんは下半身まだ1本ですね。ずっとで六条さんは今66に引き上げてんのか。でもねこれ小遣いまでちょっと考えないとダメですね。後半戦からね上半身行こうかな思ってるんで、ね、だから今場所来場所ぐらいはまだ上半身に着手しないと。でまんじゅうさんは出来上がり、花嫁さんも下半身でしたね。で松原さんと、はい、こんな感じですね。2日目参ります。さあここからが本当の勝負ですね。五条さんにとってはもう試合で判断力が20入りました。さあ頼むよ。よし、ということで、あとはちょっとまた下半身振っていこうか。結構パラトレーニングでいけるようやったらねまた考えないといけない。で八条さんも試合、明日やったら今回やね。で小林さんは下半身一本で六条さんは運び足で66までとりあえず引き上げる。花山さんはこれで下半身60ですね。で万で松原さん、まずまずこれ調子多分一緒やね。はい3日目。鉄砲で、もう試合、柔軟性が30乗りました。で、五条さんはおーおお来た2つ目。はいはいはい、今場所はで、もう試合で明日も使いか。柔軟性と瞬発力がねパラいいですよね。持続力も持ってるしね。さあ両替さんは下半身で、運び足64で、こちら下半身70ぐらいまでいけるのかね。で、まんじゅうじさんと、やっぱり、期待した、同じやね。はい、4日目いきましょう。五条さん、いいね、もう2つ上がったね。もう、あと、ポーズでも文句なし。上がればラッキー。さすがに3日連続はないな。今回はい、ペコさんです。これ2回あるな今場所。で両替さんこれで下半身30入りました。で六条さんは運び足、66になった後どうしようかっていうところですね。花嫁さん下半身まだ1本というのはね、六条さんが上半身を着手するのは、名古屋場所ぐらいからかなと思ってるんですよ。正規っていうコメントやったんでね、だいぶ止まるのは遅いはずですからね。で
コマショナルだけ判断力を上げずに重量をちょっとキープさせたいっていう目がある。さあ七条さんこれで、残り2つは判断力、塩残りさん申し合いいい感じですね。あ、引かんかった、よかった。5日目やからね。で、申し合い再開、明日判断力が22度で、両替さん下半身あと10、これ含めて10ポイント上がるね。で、運び足で小遣いまであと3ポイントか。じゃあもう集中力、持続力、下半身ずっと売りましょう。あ、悩ましさん、下半身でしょ。で、あとは2人は完成。松原さんと、五条、なんだっけ、高津さん、ね、パラ似てるんだけどね。はい、6日目です。です。で、塩小路さんは明日お小遣い。さあ、五条さん頼むよ、下半身。上がんない。真ん中は、揺れたね。で、柔軟性40になった八条さん。両替さんは下半身で、六条さんは鉄砲や、あーまあいいや、持続力上げようと思ってたけど、そしたらね、持続力上げてちょっと小遣いいきましょう。どうせ上半身やるとき目減りするからね。3人間違えた。はい、出来上がりと。9日目です。
さあここからは運び足で持続力アップを目指していきます。塩麹さんはここで交代。はい、はい、ゴッツさんです。まだまだ申し合い続けるね。ゴッツさん行かなくなったね急に。発力は40台近づいたら、で六条さんは運び足を1個入れてから明日交代しましょう。で花山地さんは下半身71まで届くね。であと2人は四股。10日目です。運び足だね。間違いそうで怖い。はい、申し合い再開。正式に瞬発力が30。うわ、いかん。発力次で40ですね。下半身ここで交代。はい、はい、ゴッツさんです。で、14ポイントね。まあ1ポイントは技研究あるから振り方だけど、でもね、判断力とかもちょっとリカバリしときたいな。フェーダーしときたいね。もうと9日目、10日目か。11日目。で後ろの2人は四股でかわすと。はい、12日目。古城さんが最初の2つだけやな今のところ。運び足で明日お小遣い目。下半身を入れてかちょっと考え
70届きましたね。で、明日やったことないか。13日目。
はい、では、技確認しましょうか。まあまあ基本技はねほぼほぼ覚えた。釣り出し、あー 3ページ目がないな、やっぱり。はい、塩工事さん、やっぱり武器貯さんの典型やね。で、八条さん、上手投げね、で出し投げ、多分下手出し投げも次ぐらいで覚えるんでしょうね。で、寄り倒し、突き倒しがないのか。で、そうそうそう、先生に教えてもらったんですけどね、突き落とし覚えてるよってね、コメント入れてくれてた。ほんまやね、ありがとうございます。気づいてなかったわ。さあ、六条さんは、寄り倒しあるんじゃないかな。すくい投げ、二丁投げ、けたぐりね、まあ豊富やね。突き落とし、はたき込み、切り返しね、足技もいけると。花山さんもね、突き倒しぐらいはいけそうやけどね。で、こちらはたき込み。はい、という具合で、パシマイ稽古終了でございます。また本番中ね、お楽しみにしておいてください。ではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。